回は23シリーズ2の今宮健太選手を解説。前回もぜひ。シリーズ1と比較して守備は変更なしでしたが、表ステータスと特能に大きな変更がありました。まず表ステータス、総力以外ダウン射程となりました。ミーとエイはできなくなったが、その代わり同値を狙えるな。特能に関しては全部変更されてますね。起用方法もガラリと変わりそうだな。ここは個人の好み次第ですね。